はい、皆さんの好きな食べ物は？じゃあ写真だ。ラーメン、わかる。ラーメンめっちゃうまいよな。いちご、いちごかわいい。よし、行くよ。撮りまーす。あ、なんかピンクリス。ナスは、ウケる。あのゼペットに。キティちゃん。はい、というわけでさっきなんとなくゼペット開いたら、ハローキティ、お出かけコーデ、これで決まりとね。皆さん知ってます？ハローキティ。まあ、さすがに知らない人いないよね。今この画面を見てる君、知ってるよね？知らなかったら、ちょっと帰ってください。で、このサムネっていうか、この男の子が被ってるキティのやつとか、あと赤いリボン。欲しい！めっちゃ欲しいんでちょっと見ていきましょうか。これ最後に来て、やったまた、いつも通り恒例の視聴者に自慢するってやつやりたいね。アイテムが出てきません。助けて。アイテムが出てこないんですけど。え、マジで出てこないんだけど、どうしよう。画面も反応しなくなっちゃった。さあ頼む。再起動したんで。来い！来た！なん、どんぐらいある？あ、け、いやー、微妙少ないか？まあ、でも少なくても可愛ければよしとしよう。よし、じゃあまず、俺が一番欲しい。このキティの、この俺が一番欲しいキティのこれ。いくよ、被るよ。このキティの帽子いくよ。ほい。え、顔、なんかブスじゃない？え、なんか俺、これさ、俺の髪の毛が出ちゃってんのかな？なんか、怒ってない？このキティ。なんかね、なんか可愛くないよね。ちょっとこれは後で、一回俺ツルピカにしよっか。一回ツルピカにして、これ。めっちゃ可愛い！めっちゃ可愛い！どうしよう。ちょ、一回全部つけてみよう。ワンピースとかは、まあ、後でこういうのはデキちゃんとかデキポヨにつけてみたいね。そんで、ヒールとかある。あ、すげえ！めっちゃこれ、スタイル良くなるやつだ。で、靴下とか、これ一回全部もうフルハローキティにしちゃいたいな。これは？あー、これはツルツル落ちちゃうね、キティちゃんが。いや、このリボンとかもいいのよ、これ。なんかこれ良くないな。ちょっと待って、この帽子かぶらせて、これ男物ないの？で、ちょっと、ゼペットさん男物作ってくださいって思ったけど、これジーパンかっけえな。これジーパンめっちゃかっこよくない？エメラルドグリーンのベルトとかめっちゃかっこいいんだけど。で、これでスニーカー。まあ、これならまだ男いける。男としていけそうなの。この黒いのか。これは女性的な感じがするな。でも、やっぱりね、こう、ザ、男だけど、キティ要素も入ってますよみたいなアイテムを作って欲しかったところなんだけど。これ何？あ！これは、ハローキティのバッグ。バッグいいな。てかね、キティのリボンって、こういうなんか特徴的な感じなんだよ。なんか左がちょっとでかいみたいな。確かそんな感じで、待って。メガネかわいい。メガネめっちゃかわいくないですか？ハローキティの髪型とかはないから、まあ、基本的に今持ってる髪型に合わせて、このリボンとかつけてあげるって感じかな。これちょっとテキちゃんいいんじゃないかな。テキちゃんにしてみよっか。よし、テキちゃんにしたわ。これで、キティの服着てこう。これで、まずはリボンかな。リボンめっちゃ可愛いんだけど。そんで、ワンピースかな。いやー、ワンピースも可愛いんだけど、やっぱジーパンとか履かせる。めっちゃ可愛い。待って、高い。高い。ちょっと台、全部ちょっと高いな。9ゼム、6ゼム、5ゼムだから、20ゼムかちょうど今つけて。で、これが靴か。靴も、まあでも靴3ゼムか。あ、靴めっちゃいいじゃん。靴ちゃんとリボンとかついててキティ要素があって、さらに3ゼムっていう安さ、これいいぞ。あとピアスとかつけてあげたいな。ピアスは2ゼムか。てかリュックとかもいいな。リュックいいよな。これ帽子は？かわいい。待って、超かわいいんだけど。これめっちゃかわいくない？これに買おっかな。とりあえずこれ買って、で、 T シャツ、これ合計いくらだ。12、18、23。待って、バッグ12ゼム35ゼムぐらい、5ゼムず5ゼムぐらいするぞ。いくらだこれ。あ、やっぱ35ゼムだよね。35ゼムは買っちゃう。いや、250円か。まあ、キティアイテムが250円って考えたら、他のゲームにしたらめっちゃ安い。やっぱ他のゲームでキティコラボとかなってみ？ガチャで、もう、1回500円ぐらい、課金したら500円ぐらいのガチャで、もう10回20回回してようやく欲しいのが出るぐらいだから、そう考えるとゼペットめっちゃ優しい。こう好きなアバターにさせてくれるゼペット最高。というわけで、買ったよね。あ、まだ買ってないか。よし、買います。35ゼム高え。よし、買いました。というわけで、これ買い着てるかな。今これ着てるなら、あ、着てる。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。ちょ、一回これさ、キティのなんかフォトブースとかないの？キティのフォトブースはなさそうだけど、ちょっとこれフォトブース使ってみていい？絶対かわいい。どう？ちょっとめっちゃ可愛い。
めっちゃ可愛いねこれ。ちょっとこれ視聴、どっか行くどっか行くな。可愛すぎこれ。視聴者に自慢しよう。キティマップとかないよね。キティマップはないんで、なんか適当にこう可愛い感じのマップ行こうか。まあ可愛い感じのマップって言ったら俺が作ったこのテイクイットワールドだよな。じゃあこれで、まあ16人行っちゃう ?16 人ぐらい行っちゃうか。よし来い、行け。さあ来たぞ、16人来るか。今んとこ5人だな。まあいずれ16人来るでしょう。あー久しぶりに俺のマップ入ったな。さあみんな来てくれるかな。お、今8人来てるな。16人来れるかなこれ。さあ皆さんこんにちは。私今どんな格好してるかわかりますか。皆さんこのキャラ知ってます。こんにちは。え、みんなこのキャラわかんない。え、みんなこのキャラわかるよね。キティ、そう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 、最近コラボが始まったキティです。どうです、これめっちゃ可愛くない。ちょ見て見て、ちょあ可愛いでしょ。ほら今誰だこの可愛いって言って、こうルアちゃん、ルアちゃんありがとう、キティのこと可愛いって言ってくれて。どっちかな、テキト君、どこでしょうどこでしょうテキト君。あ重い重い重い、あ急に重い、めっちゃ重い、やばい、16人やばい16人久々に部屋作ったけど重っ。キティちゃん似合うでしょ皆さん。あキティアイテム買ったよって人いる。キティのなんかアイテム買ったよって人いる。可愛い、ありがとう。キティのアイテム買ったって人いないかな。あんまりいないのかなキティ。まあ、ゼメだからかな。ん？スケボーなら買った。スケボー？スケボー？スケボー売ってんの？キティのスケボー売ってんの？マジ？うわー本当だ。え、キティのスケボー、キティのスケボー売ってんの？マジか。初めて知った。これ知らなかった人いいんじゃない？え、スケボー誰か見せて。スケボー見せて誰か。キティのスケボー見せて。あーかわいい。え、これ本当にキティのスケボー。あーキティだ、すげえかわいい。あ、なんか動く模様も虹色なんだ。いいな。え、結構買ってる人多いな。なんか赤い方のスケボー持ってる人いないの。赤いバージョン、もう一個のスケボー持ってる。あー今んところあれかな、スケボー持ってる人は一人かな。やっぱキティコラボかわいいんだけどな。あ、これこの人、キティコラボのアイテム持ってる人いないの？仲間いないの？生かいないの？じゃあ写真撮るか。いや、これ重っ。よし、写真撮るぞ。行くぞ。動画に投稿するよ、これ。皆さん、これ動画出ますよ。ん？自動入場で来たらここ来た。マジで？めっちゃラッキーっていうか、奇遇だね。さあ、皆さん、これ動画映ってるよ。好きなこと言っていいよ。はい、皆さんの好きな食べ物は？はい、みんなの好きな食べ物なーに？最高。最高が好きなんだ。じゃあ写真だ。ラーメン。わかる。ラーメンめっちゃうまいよな。いちご。いちごかわいい。よし、行くよ。撮りまーす。あ、なんかピンクリス。ナスは、ウケる。ナスはウケる。よし、じゃあ行きますよ。写真撮ります。3、2、1。これ映んなくても文句言うなよ。ポチッ。よいしょ。撮れたぜ。じゃあみんなにあげようか、これ。よし、みんな。まだ映ってない人いると思うけど、我慢してくれ。はい、というわけで、今回は、キティコラボのアイテム自慢大会でした。よければね、皆さん、このね、皆さんチャンネル登録してる？俺のチャンネル登録してるか、みんな。してるかい？待って、キティのやつ着てる人いるじゃん。おいおいおい、キティちゃんいるじゃん。してる？お、してない？おいおい、しなさい。はい、皆さんはね、このしてない人みたいにならずに、皆さんしてくださいね。というわけで、意外とキティちゃん、あ、でもいないか。この子ぐらいかな。というわけで、ごめんなさい。いや、全然いいのよ。まあ、できない人とかいるけど、チャンネル登録をすることができる人は、ぜひね、皆さんしてってください。というわけで、さようなら。あ、見えない見えない。おいおいおい。